一般社団法人日本特殊教育学会は特殊教育、特に障害児教育の科学的研究の進歩発展を図ることを目的とし、すべての障害者とその関連領域を含む1963年に設立された学術団体である。英文名は The Japanese Association of Special Education である。英文略称は JASE である。平成25年度には 第51回大会が開催され、正会員数は4258名である。和文機関誌、特殊教育学研究、英文機関誌として、Journal of Special Education Research を刊行。若手研究者の研究奨励を目的として、平成元年度から、日本特殊教育学会研究奨励賞が、また、平成16年度からは、多くの会員が所属する。 様々な実践現場での研究を推進するため、日本特殊教育学会実践研究賞が設けられ、機関紙に掲載された優れた論文に対して賞を授与している。1963年学会設立のために、小島博新、坂木原清西谷三四郎らが世話人となり、学会の初代理事長は木戸万太郎。11月23日に設立総会と、 研究発表会を兼ねて日本特殊教育学会第一回大会が東京教育大学で開催された。部会は昭和59年度までは8つの部会に分かれていたが昭和60年度から重度重複障害教育部会が新設され9部会になった。部会名については平成5年度より精神白弱教育部会が精神地帯教育部会に改定された。 特殊教育学研究は、昭和三十九年三月に総刊号が刊行され、当初は年間一号の発行であったが、昭和四十二年度からは年間二号、昭和四十四年度からは三号、昭和五十四年度から年間四号と徐々に充実していった。その後会員からの要望もあり、平成四年度から掲載論文の種類として実践研究が設けられ、 これを第5号特集号として発刊することになった。しかし、平成13年度からは特集号としての掲載をやめ、1号から5号の中で他の論文と共に掲載されることとなった。さらに、平成12年度からは、我が国特殊教育学研究の海外への発信を積極的に行うため、英文特集号が第6号として発行され、今日に至っている。 ありがとうございます。